白壁古墳でございました。猿谷古墳はこの辺を指したんやな、ずーっと前。すまへん。ああ、すいませんね。なんかこの辺が階段があるって聞いてきたんだけど、どこか。こっちに下降りるとこの。こっちありましたね。ああ、そうそう。これ、寺崎の大寺へ抜ける。あの、猿谷古墳がありましたやろ。え？猿谷古墳。あ、聞いたことあるな。まあ、その辺に来たけど、誰も探してなかったんで、なんか下降りて上がれ言うとるからね。あ、それ、はい、すんまへん。なんか上から上がってもね、わからないんで、はい、もう4辺目ですよ、4辺目、そこを下がるの。ありがとう。あ、これやね。よしよし、うん、これをね、降りて、これなんだけだろ。あ、寺崎ね、集落。これ降りてね、話によると、あれは田中さんの話によるとね、池があるから池のとこから上がれって言ったな。池を越え、あ、これ池や。これ越えて、池を越えて上がるようなとこ見当たらんけど。ちょっと待ってや。竹がバタバタ倒れとるがね。竹が。これはちょっと上がるところがないね。田中さんの話によると、目印をつけとくようなことやったけどね。ないか。これ行ってみるか。人が歩いた跡が見当たらへんだけどね。こんなとこ登るか。よしよし。こうか。これがそうな。大木垂れちゃうな。大木垂れとるけど。違いますか。どっちでっか。行きまへんか。こうした。降っていく。これ大丈夫かね。あら、根っこごと倒れとるかね。これや。あら、大きな大木が一本。日本三本垂れとるわね。これどっち行くんやろ。見当たらんな。もうテープテープ。よっしゃ。あとテープどっち行っとんの。わからんがね。わからんな、テープは。はい、ここですよ。さらさに横穴子。あー、やっと来れました。3年も4年もかかってます。これみんなこれ、マークしてくれてるからね。簡単にこれを売るっていうことやったんやけど、それでも大変でした。ありがとうございました。はい。猿谷横穴古墳からね、上上がられんから今のところでじゃあバックしましょうか。はい、ありがとうございました。下。これ大丈夫です。あ、だだだだ。よしよし。どこ行かれへんのこれ。こっち行くか。降りられへんのかね。わからへんね。どっち来たかね。こっちへ。どこを通ってきたかわからんねやから。どうしようもないね。よいしょ。あ、どこだ。
これ行かれへんかね。え、どこから来たんだな。こんな竹やぶの中入ってきたんかね。帰り道がわからんやから。よいしょ。まだかいね。なんか下まで降りてきたけどね、どうなんだ。まだね、まだ違うな、ここ。ただ、尾根を折れただけなんだけど、全然違うと出てくるね。どこなんだこれ、わからんがね。ああ、あれがあの道やな。あれが、あそこまでが来る道やろ。ああ、全然違って出てますわ。これはどうし。大変。あんな一つも違うかな、峰が。ただ下っただけなのにね。あれが感じ。
方向です。はいはい、着きましたわ。はい、スタート地点に帰りました。はい、ありがとうございました。サラタニ古墳は遠かった。いやー、帰りがね、下っただけなのにね、ぐるーっとあの山を越えてね、全然反対から。目的地